はいどうもみなさんこんにちは S クラフトの新原ですいつもご視聴いただきありがとうございますまず最初にちょっと軽く自己紹介をしますいつも喋っているのは誰なのかというとですね株式会社ネオクラフト代表建築事業部新原工務店注文住宅事業 S クラフトの代表の新原です元一条工務店大工投領を得て 資格は2級建築士ほか多数と。業務は主に集客活動、プロモーション、SNS、間取りプランニング、現場管理、接客、そしてたまに現場作業と。まあ、幅広くね、何でもやってはいます。その中で今結構力を入れているのが、この YouTube なんですね。どうにも再生回数が伸びない時もあるんですけど、 それでもやっぱりこう情報を発信して見てくれる方がいるということが励めになってですね今もこうやって撮影していますということで今回の動画はですね前回過去動画でパソコン上の中で20坪の平屋プラスロフト付きっていう間取りを作りましたよね見ていない方はぜひもう一度ご覧になってくださいそしてその20坪平屋っていうのがですねパソコン上で作ったもの 結構、視聴回数もありまして、気になっている方がね、結構多いと思うんですよ。パソコン上だとね、どうしてもこう、いまいちわからない。そういう声もね、あると思うんです。今のところないですけど。ということで、今回の動画では、このパソコン上で、この間作った20坪平屋、プラスロフト付き、これは申請上純粋な平屋建てになります。これ実際ですね、4、5年前に当社が、 千葉市内でモデルハウスとして建てて持っていた建物なんですね。その間取りを公開したわけです。ということで動画はないんですけども当時の写真があります。モデルハウスの。その写真を見ながら過去のそのアップしている間取りパソコンで作った間取りと照らし合わせて今一度ね こう平屋20坪ロフト付きというのがどういった空間で仕上がったのかぜひ一緒にねこう見ていっていろいろ考えられる部分があればいいかなと思いますでは平屋20坪ロフト付き行ってみましょう では、ね、実際にこの間作ったです、ね、平屋20坪の間取りこの間取りをじっくり見てくださいこれでいくと LDK っていうのは約20畳なんですねそして、まあ、1坪の洗面化粧室ユニットバス1畳のトイレ8畳の寝室とその他玄関ホールなどがついていますでは実際どうなったのかというとこちらですこれが LDK ですね LDK は先ほども言ったように20畳なんですね20畳ただこの奥行きがあってなおかつ座った時に天井が視界に入らない吹き抜けになっていることこれを実際空間に入って目にするとですね訪れた方は本当に驚かれるんです外から見ると小さな平屋ですコンパクトな なんで中に入るとこんなに広く感じるのっていうのがこの平屋プラスロフトこの建物の一番の特徴だったんですね。さらに、まあ、リビングでやっぱりこの家具のの統一っていうのは非常に重要です見せ方っていうんですかね空間を一体化させることでやっぱり空間の奥行きとかもそうですけど広く感じることができる。つまり 小さな建物だからこそ家具の配置とか家具の色合いとかそこまでこだわると空間っていうのは広く奥行きがあるように見えるんですこのように縦に伸びる空間これを演出できるのが平屋切妻の一番の特徴なんですね逆に言うとこの空間がもともとあるのに天井裏になってしまっている そこを活用しないのはとてももったいないですしプランナーとしてぜひともね提案してもらいたいと思うんです提案しないと一般のお客様にはなかなかイメージもできないですしそもそもそんな空間が作れるかどうかもわからないんですよね本来は天井裏になってしまう屋根と間のこのスペースをうまく活用できるようになればプラスアルファの一部屋ができますよね子ども部屋でもいいですし趣味の部屋でもいいそういったふうに 使える空間ができるんですと提案できるかどうか。ここがやっぱり平屋専門でやってる当社の強みなのではないかなと思ったりもするんですね。別にあの天井が低くてもいいじゃないですか。ロフトの規定っていうのは確かに天井高さ1 4四メーター以下というのはありますけど。この画像のように趣味の部屋として使うには十二分の広さがあります。なおかつ六畳もね、ある一部屋であれば。 本当にフリースペースとして使うこともできるんです。逆に使わないときは使わなくてもいいという空間でいいと思うんです。ただ、光熱費が余計にかかるんじゃないのっていうね、現実的な方もやっぱりいらっしゃいます。であれば、ぜひね、ご安心ください。過去の動画で何本も出していますけど、どこの部屋にいてもこの建物はエアコン1台で同じ室温を保つことができる性能を持っている。だからこそ、 屋根裏になってしまうロフトスペースを上手に活用した方がいいですよという提案なんです逆に他社さんで同じ空間を作った場合に同じ建物性能ではないとすれば当然使えない部屋になってしまうのがロフトでもありますそれでもやっぱりこの写真のようにあれば落ち着く何かあった時にここの部屋に来よう そういったスペースが家の中にプラスアルファであるっていう一種の贅沢空間ですよね。ただこれ贅沢空間と言ってますけど、現実的に天井と屋根裏の間にある空間を利用しているだけなので、本来は贅沢でも何でもないんです。なおかつこのロフトであれば固定資産税などもかかりませんし、床面積にも含まれない。この動画を見ている多くの方はきっと、 ロフトがあっったらいいいよよなとと思思てて見ていると思うんですよもしあれだったらつけたいなとかってであれば迷わずロフトはつけといた方がいいと思いますプラスアルファの空間なんですけどないよりはあった方がいいのがロフトなんですただ物置になってしまうようなロフトであれば作らない方がいいですよねさらにロフトをつけるということは このモデルハウスのように吹き抜けを、ね、大開放の吹きき抜けを手に入れるることができるんでんすよ。外から見たら小さな平屋なのに中に入ると大開放の吹き抜けがあってなおかつロフトまであるしかもロフトに行くにはきちんとした階段があって小さなお子さんでも安心して上に上がっていけるさらに無垢の床を使っていて家中同じ温度なので裸足で快適に過ごせる。 そんな平屋って結構理想的だと思いませんかしかも間取りがぐるぐるとこう回れる間取りなんですね。もう一度間取りをしっかり見てみましょう。縦坪20坪の平屋の間取り、シンプルな動線っていうのがこの動線なんですね。玄関ホールから入ってリビング、洗面室、寝室を抜けてこうぐるぐる回れる動線になっています。実際に これは間取りだけ見るとすごくシンプルに見えると思うんですけどこの間取りを作ることって結構難しいんですね回れる動線なおかつロフトをつけるっていうのは至難の技でもありますロフトに対していまいちいい印象のない方そういった方は是非ね当社の海沿いモデルハウスを見に来てくださいロフトという概念がきっと変わるはずです平屋でこんな空間が作れるのか それを目の当たりにすすると思うんですよ最後に先ほどご紹介した45年前に建てたというこちら平屋のモデルハウス20坪ロフト付きロフトは6畳弱ですこれを販売価格が当時ですよ当時1800万税込みという価格で販売していましたこれからマイホームを検討する方は是非ねロフトも検討してみてはいかがでしょうか